昔ってそれこそ電車乗ってて新聞敷いてワンカップ飲んでる親父です、うん、やっぱめっちゃくちゃいて駅で、ね、まあタバコも吸ったんじゃないですか昔って電車の中でね。最近ちょっと思ったのは、うん、中国人でめちゃくちゃデブが増えたんだけど、へ、うん、そうなんだ。イギリス人もそう。中華って油、炒め物がメインでしょ、うん、それでもみんな多分その炒め物を毎日のように食べても体型そんなに悪くなかったんですよね。うんうん、あんま太ってるイメージないですね。そう、あのここ10年ぐらい、ここ10年ぐらいで増えてる、うん、めちゃくちゃ増えてる。初めて聞いた。放送作家の島津です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きの皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のテーマはこちらです。80年代90年代の食を語ろう。今となっては当たり前の食文化も一昔前はなかったり、あるいは昔当たり前だったものが今はなくなっていたりとか、いろいろあると思うんですね。今日はそんなね、皆さんの食にまつわる思い出をフリートーク形式で喋っていきたいと思います。前回はゆうさんから中国では以前東洋医学の観点でぬるいビールしか飲まなかった話、岩渕さんからはタピオカはカエルの卵に似ているというエピソードを披露。今回はその続きから。食ではないんですけど、うんうん、飲み物なんですけど、チューハイ。チューハイ、あんまり飲み物いろいろ種類なかったじゃないですか、昔はね、うん、で、まあ、ビールかチューハイかみたいな、うん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 、缶で飲むと。そうだろうね、当時おばあちゃんが缶チューハイを、うん、遊びに来た時に、うちに来た時は飲んでるの缶チューハイ。それで私もちょっと味見をして、うんうん、味を覚えて、家でちょこちょこ飲んでて大丈夫と思って、うん、みんなでほら、うん、あの銭湯のなんて言うんですか、あそこに来た時に、そうジョッキでチューハイを飲んで、そこで初めてのいつあの酔いつぶれちゃったっていう思い出があって。え、それ二十歳ぐらいの時？いやいや、小学5年生。え、5年生？で、それでチューハイになってたの？家族で行ったんでね、あの、うん、うん、まあ、一杯ぐらい大丈夫やろうと。うちの、うん、あの父親は酒飲みだったんで、大丈夫よ、一杯ぐらい飲んでもいけるわ、おおらかな時代だからね。風呂上がりで喉乾いてて、クイッと行っちゃったわけですよね。あゆみさんとすごい似てるような経験ありました。あ、本当に。やっぱり小学生の時にあの、うんうん、時はね、今でこそ中国はもうワインとか普通にすごく美味しいワインいっぱいあるんですけど、うんうん、80年代のワインって甘いんですよ、うんうん、あのブドウ酒、あのワインじゃなくてブドウ酒、うん、ブドウ酒なんだよね。ブドウ酒、赤玉とかいうやつとかあるよね。すごくね、甘いやつ。ある時あの親の友達がうちに遊びに来て一緒にご飯食べるわけです。で、あのブドウ酒持ってきて、ブドウの色してるじゃないですか。私がなんとブドウジュースだと思い込んでて、人たちがね、なんか喋ったりしてる時にちょっと味見たら甘い、美味しいってなって。チビチビチビ、こうなんかね、ジュース感覚で飲んだら、宿題をやろうと思うともうフラフラで酔っ払って、酔っ払って、ありましたね。なんでしょうね、昔おおらかだったんでしょうね。親もなんかそんな目くじら立てる感じじゃなかった、うん、っていうかね、飲酒運転もまずそんな厳しくない時代だから、大人も飲んでて運転してたからね、普通にね、うん。今じゃちょっと考えられないけど、飲んでちょっと横になっても、うん、まあいいや、いいよ、みたいな時代、今じゃね。でしたね。でした、でした。正月とかもね、みんなで集まって、車で来て、うん、飲んだくれて、運転して帰ってましたよね。うちね、母方のおばさんとか、母方の実家が八百屋さんで酒とかも扱ってて、う
そういう酔っ払ってる親父とかよく見つけたんだけど、昔ってそれこそ電車乗ってて新聞敷いてワンカップ飲んでる親父なんです、うん、でもめちゃくちゃいて、まあタバコも吸えたんじゃないですか昔って、電車の中でね。今じゃありえない。そうでしたっけ、灰皿がついてるから電車に。うわ、いや中国とかそれこそひどい時代あったと思いますよ、うん、いやありましたよ、もちろんもちろん、もう本当にね ひどかった時代がありましたよ。おつまみ系ですごいピーナッツとか、あ、要は落花生、うん、落花生とか、うん、あとひまわりの種とか、うん、こういうナッツ系がものすごい好きなんですよ、うんうん、もう汚そうだな。だからね列車に乗ったらね、お酒飲みながらああいうの食べるでしょ、うん、80年代とか私めったに列車に乗る機会がないんですけど、たまに郊外に行くとね、もう汚いんですよね、みんなこういうの食べるの捨てるからね。もうあと酒臭いのとタバコ臭いのと、うん、臭いのとね、もう大嫌い、もうそう、ね、うん、もうダメでしたね。ああいう、いや日本も結構汚い時あったよ、うん、汚かったですよ ね、 ね、うん、やっぱね、ホルモン焼き、昔のホルモンってやっぱホルモンっていうだけのね理由があったと思う、うん、やっぱね正当じゃないね圧倒的な臭さってあって、あ、しかも昔って無煙ロースターがないから、うん、今って無煙ロースターで焼肉焼いてもシューって煙吸い込んでくれるけど、昔の焼肉屋のテーブルのギトギト具合とかってもう半端なく嫌だったなっていうか、まあそれ当たり前だと思って当時ね、うん、過ごしてたけど、焼肉の無煙ロースターとの出会いって結構衝撃じゃなかったですか、うんうん、焼肉をね大学生の時に友達とみんなで焼肉食べに行ったんですよ、うんうん、島津さんがおっしゃったようにその煙を吸ってくれる装置なんどこにもついてないから、うん、もう煙の中で食べるわけですよ、うん、気づくと服にはもうすごい匂いがねついてて、で家に帰ったらもうお母さんにもうめちゃくちゃ怒られて、うん、なんかねあなたは北京原人かとか言われてそれぐらい臭いんだよ、生臭いんだよそうそう、なんかあのすごい北京原人って言われたのがめちゃくちゃ、うん、印象に残ってて、もう要は原始人みたいな原始人だって肉くせえなって当時冬だったと思うんですけど、めちゃくちゃ寒いけどベランダに出されて服をね全部ベランダで脱いで家の中持ち込まないで持ち込むなと3日くらい干さないと匂いが取れないとかそのぐらいお母さんに怒られましたね。あいみさんはもうイギリス行かれて何年ぐらいですか。もう19年、19年です。あ、すごいね、うん、どうですかイギリスの変化とかってなんか感じますか、うん、食文化はやっぱり進化してて、特にあのアジア系 の、 あの食べ物なんかはかなりもう普通のスーパーマーケットとかでも手に入るようになってだいぶ便利になってる。だから最初はあゆみさんねイギリス行った時、うん、そこ困らなかったですか。最初の方は私イギリス大好きで、そっかいたので、もう別に恋しくはなかったんですね。なんか、むしろそっちの文化を味わえて、これが私の望んでた生活みたいな感じなの。満喫してたんですけど、やっぱり都市を行くにつれて、うん、そのあたりってやっぱり恋しくなってきて。うん、なるほど、やっぱそうなんだ、ね。そうそう、だから本格的に日本の食材をあの家から持ってきたりとか送ってもらったりとかしたのは、子供ができてからですね。そうなんだ。だからその時点でなかなかやっぱり手に入らないものもいっぱいありましたけど、スーパーとかは。だけど今はもうかなりのものが手に入りますね。なんでしょうね。いや僕、今の子供たちって何でもあるところからスタートしてるよなって今よく感じてて、だ僕が子供の頃、ドレッシングっていう概念がないから、あ、うちはもうマヨネーズみたいな、それ一択。だから僕好きじゃなくてマヨネーズが。で、なんかキャベツの横に、うん、マヨネーズかけんなよとかすっごい思ってて。うんうん、で、なんかイタリアンかなんかで、ドレッシングに、うん、あ、サラダにかかってるドレッシングがめちゃくちゃうまくて、サラダってこんなに美味しかったのかとか思いながらね、なんか子供の頃ずっと過ごしてたんだけど、今もうなんか
ドレッシング何十種類何百種類あるじゃないですか。すごいですよね。うん。こんなサラダが美味しいんだと思って過ごしてないから、トマトってなんか酸っぱいなとか、すごい思って。あの、北京にいるとね、あの、トマトを、うん、まあ適当にこう乱切りにしたトマトの上にお砂糖をまぶして、うん、しばらく置いとくと、こう汁も出てくるタイミングで、うん、あの、前菜の一つとして食べるんですよ。あのうちの主人は、まあ、日本人だから当然お砂糖ではなくお塩をちょっとつける感覚で、でも彼も中国北京に行った時に当たり前のように、まあ、トマトを頼んだら実はもう砂糖がけだったっていうのがねすごく彼そうなんだ、ね、でもねあの酸味のすごい強いトマトでも砂糖をかけることですごい美味しくなるし、今のトマトも、あの、あえてね砂糖がけにすると子供たちがねめちゃくちゃ喜んで食べるんですよ、うん、あのこれはこれでめっちゃ美味しいからぜひね一度試してみてください。そうなんだ。あのこれはね特にその出てきた汁とかはめっちゃ美味しくて、うん、本当ですかこれ本当ですかこれ本当本当トマト1個でいいからあのぜひちょっとね騙されたと思ってそう騙されたと思ってやっぱりねドレッシングかけたあの、うん、サラダの味じゃなくてね、うん、シンプルに砂糖をかける、うん、なるほど、はい、わかりました。なんか皆さん他喋り足りないこととかなんかありますか？一ついいですか？おいおい、なんかありますか？はい、最近ちょっと思ったのは、うんうんうん、中国人ってめちゃくちゃデブが増えたってこと、うん、へー、そうなんだ。あのイギリス人もそう。今ってほら中華って油、うん、炒め物がメインでしょ、うん、それでもみんな食べその炒め物を毎日のように食べても体型そんなに悪くなかったんですよね、うんうん、あんま太ってるイメージないですね。そうそうそう、あの特に病的なぐらいの肥満体の人ってあんまり見かけないです、うん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 、あの要は欧米人系のあのでっかい、うん、ほい、お尻とかね、ああいうのね、ほぼ見かけなかったのがここ10年ぐらい、ここ10年ぐらいで増えてる、うん、あのめちゃくちゃもう、街を歩いて結構普通に出会うんですよ、うん、食事が欧米から。ああそう、ピザとかピザとか、あとチーズとかめっちゃ好きな人が多いんですよ。YouTube じゃないけど一応まあ自分のこう大食い動画、うん、人たちも結構増えてて、うん、だからね、うん、まあ、いろんな要素が入ってる。なるほど。結果的にね、うん、やっぱりすごい本当にこの人なんでここまで大きくなれるのっていう、欧米系のああいう肥満体。なるほど ね、 ね。いやでもね、中国のね、さっき言った油物炒め物多いから、油自体はなんか昔から多分取ってたけど、それでも太ってる人いないってのは、あの言われてみればなんかハッとするなとは思って。そうなんですよ、あのいた確かに油使ってはいるけど、でもその、うん、それに比例して野菜もめちゃくちゃ多分、うん、野菜も取ってるからね、倍とかそのぐらいの感覚でめちゃくちゃ取れるから。かたやイギリスも増えてるんですか？増えてますよ、すごいですよ。あの今まで、うん、アメリカ人とイギリス人ってあの、うん、見分けがつくサイズ的にね、うん、思ってたんですよね、うん、私がこっちに行った当時は、うん、今は本当にもう同じレベルです、うん、すごいですよ、うん、生活自体がすごく便利になってるじゃないですか、うん、別に、うん、あの椅子に座って買い物ができるわけじゃないですか、うん、だからその点とかも、ね、まあ、うん、影響してる。どんどん楽になりすぎちゃってってことなんだ。そう、もうみんな肥満化が進んでるんだ、うん、そうですね、怖い。ありがとうございます。ああどうぞ、ゆうさん。すみません、 やっぱりあの昔はね、その中国で例えば人お客さん招待するときに、じゃああのおごるから一緒にご飯食べようってなったときにね、とにかく食べきれないぐらい注文するのがまあ、あのおもてなしとされてたの、うん、そうするといっぱい残すでしょ。身内の人たちで旅に行った時は持ち帰ればいいだけで、うん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 、だけど接待とかだったらやっぱりかっこ悪いでしょ。テイクアウトでいっぱい残すわけですよ。でそれが今の共産党政府もそうですし、あとあの一部、まあ、著名人もね、うん、やっぱりね、あのもうきれいに食べましょうよ、
あの、あんまり甘くらい注文しないように、ある時はね、あの、もうこれはだいぶもう10年以上前の話だと思うんですけど、有名なあの実業家がなんかわざとこうレストランに入って、それである人たちがね、食べ終わってこういっぱい残してるテーブルに行って、その残りを食べたっていうなんか一時期、ね、あのニュースになって、あの、まあ、YouTuber かと思っちゃうけど、普通企業の社長がやったんですよ、それ。そう当時はまあまあ、まあ、お金も問題提起したかったってことでしょうね。ね、日本だとフードロスっていう考え方で、うん、いかにそれこそコンビニとか廃棄物を減らすかみたいなのは、うん、まあまあトピックスとしてはあるけど、確かにね、中国のその文化もどうなのって感じはしますね、今時じゃないなって、ね、あともう一つ、うん、あのよくほら、お一人で例えば10人前を食べるとか、そういうの大食い的なあるでしょ、一応ね、その人の中継、たもうただ黙々と食べてるものの中継をね、うん、見るのも一つのビジネスだったんですよ。今から中継します、で私今から10人前の餃子食べます、うん、みたいな、うん、そういう動画がね、うん、結構見る人いるんですよ。うん、いるよね、大食い好きのファンがいるよね。そう、うん、大食い好きな人はね、それこれがね、確か、何年前かな、なんか共産党政府がやっぱりこれはもう食の浪費につながるから、うん、体に悪いしね、あ、したんですよね、はい、こういう系の動画はもう出しちゃいけない、なしそんな話も出てたな、それは大賛成、うん、出てた、見るのすごい嫌い、もったいない、私ももう絶対見ないですね、うん、本当にありえない、別にね、食わなきゃいけないってもうエンタメのためだけだからな、そうだから大食い番組は絶対自分は見ないですよね、うん、なるほど、たまにはこういう話するのも面白いですね。あら、かわいらしい。来ました。最後の最後に。最後の最後に。あら、かわいい。わふわ。うん、ちょっと、にゃーってなるか。あら。わー、かわいい。お腹白いんだ。白いんですよ。あ、知らなかった。いつも黒かったから。おー。あー、出てきた。ここに実はずっとこの子がいましたよ。いいですね。こっちは真っ黒。ね、おいろいろ引き続きやりますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。